サポート付き貸し農園ならシェア畑。シェア畑菜園アドバイザーの高見です。今日は10月に種まきをして真冬にね収穫するほうれん草についてねお話をさせていただきたいと思います。ほうれん草はね春取り秋取り、そして冬取り時期を選ばずね栽培ができますけども、冬場のほうれん草ですね、これが一番の甘いと言われています。そして柔らかさ、とてもいい感じのほうれん草ができます。もともとこれは西洋から入ってきたものと言われていますけども、日本のね古来からあるほうれん草というのも当然あります。ただ私が知る限り、なかなかこの古来からある日本のほうれん草の種をね入手するのはちょっと難しいというふうに言われてもいます。私が普段使ってるのは秋冬取りのほうれん草、ちょっと見づらいかもしれませんけども、葉先がね丸くなってる、これがね西洋ほうれん草の特徴でもあります。弁天間とか、これ冬好みとかって名前が書いてありますけども、ホームセンターに行けばいろんな種類のほうれん草が売ってます。今日ご紹介する10月に種まきをするという意味では、秋冬取りと言われているこの2種類おすすめのねほうれん草になります。それではね早速はい行ってみましょう。美味しいほうれん草を作るポイント、いくつかご紹介しましょう。1つ目、品種選び。真冬に取るほうれん草という意味では秋まき、冬巻きのほうれん草を選んでいただきたいと思います。最近では品種改良も進んで、ほうれん草っていうのはアクが強い野菜ですので、普段ね皆さん生で食べるっていうことはなさらないと思うんですけども、サラダほうれん草というようなほとんどねアクを感じない生でもそのまま食べることができるほうれん草なんかもね売り出されていますので、興味ある方もやってみていただいてはいかがでしょうか。西洋ほうれん草、日本のほうれん草、あとサラダほうれん草というのは種類ありますけども、日本の土壌にね合うように作られていると思いますので、ぜひこのようなほうれん草を選んでいただきたいと思います。ポイント2つ目、土作りです。美味しいほうれん草を作るにはね、ほうれん草に合った土壌にしてぜひ作っていただきたいと思います。ほうれん草はもともとその西洋が原種と言われてますので、西洋の土壌の性質としてアルカリ性の土壌が多いですよね。日本の土壌はどちらかというと酸性の土壌が多いです。ほうれん草が好む値がね、酸度計でいうと 6.5 から7程度の値を好む植物です。日本の場合は多分それよりも低い値の土壌が多いと思いますので、石灰などを入れてね酸度調整していただければと思います。土壌の性質としてね、肥えている必要というのはあまりありません。今の皆さんやったりしたら畑で問題ないとに思いますので、酸度だけはしっかりちょっと確認していただいてね、土作りしていただきたいと思います。それではね、一般的な土作りについて少しね詳しくお話をしましょう。1平米あたり牛糞を2リットル、有機肥料鶏糞でいいと思いますけども 200cc 程度、石灰これを 200cc 程度よく混ぜ込んでおいていただければもうそれで十分です。種を植える1ヶ月ぐらい前にそのような施肥をしていただいて土作りをしておいていただきたいと思います。で実際にねこれから種をまきます。穴あきマルチ、これをぜひ貼っておいていただきたいと思います。私の畑で穴あきマルチを貼ったところを作りましたので、ちょっとそちら見ていただきましょう。実際種まきをしてみましょう。15センチ間隔の穴あきマルチ、これを使ってみてください。穴一つ一つに4粒種を置きます。やってみます。でサイコロの4の目ですね、一穴4つ置いてください。何度かこれご紹介してますけども、種を正しい深さに入れるように割り箸ですね、先端から約1センチのところに線を引いてあります。ここまでこの割り箸を使って種を押し込んであげていただくと、ちょうどこれほぼ全部の種がね均一に入ります。これを無理やりね指先なんかでルッと入れたりすると、種小さいですから指先にくっついて上がってきちゃったりしたりしますので、このような割り箸1本でね上から深さ1センチ印をつけて押し込んであげるというのがきちっとね種まきができると思います。で入れ終わりましたら、この手のひらここに、ここをこのようにぐるぐるぐると、自然にもう穴芯が入りますから、あとは最後にクッと一押しで、クッと一押し、これでね種まきは終了です。ここに水をかけます。で水はねもういつも言ってる通りでさーの一巻きで OK です。もうこれで十分です。これ以上水は必要ありません。で水やりが終わりましたら、発芽をね促進させるために不織布、これをかけてあげてください。で不織布をかけましたら、飛ばないようにね周りの
土を不織布に乗せていただいていいと思います。ピンでね押さえてしまうという方法もありますけども、まあ、一番簡単なのは土を乗っけていただければね十分だと思います。で最後にこの上からも一巻きしておいてあげていただければね、もう発芽まで何もせず見ていただいていけば OK になります。ポイント3つ目になります。絶品と言われるほど美味しいほうれん草にしましょう。ここでぜひお願いしたいのが収穫の1週間前保温ビニール外して換気にねさらしてみてください。その一手間がですね柔らかく甘く美味しいねほうれん草にすることができる裏技の一つになります。換気にねさらすことによって自分自身で甘みをね蓄えようとします。そうすることによって食べた時にとても美味しいほうれん草になるわけです。寒さにね耐えたほうれん草は養分を糖分に変換して蓄えるという性質があります。とても甘いほうれん草になると言われています。逆にねこれ寒さに当てすぎてしまうと枯れてしまうということになってしまいますので、やっぱり1週間以内にしていただければと思います。今回は9月から始めるほうれん草栽培、土作り、そして種まきについてご紹介をさせていただきました。この後のお世話等については次回の動画でねご紹介をさせていただきます。この動画が役に立ったという方、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた。